こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は初めての資産運用について解説していきます。将来のお金が心配な人は多いです。老後が不安な方も多いです。一生お金の不安っていうのはあります。その一方でお金の不安がない人もいます。お金に不安がある人と不安がない人は何が違うのか、たった一つの違いがあります。それは将来のために資産運用をしているかどうかです。資産運用をしっかりとしている人は将来のお金に不安がないです。一方、将来お金に不安な人は将来のために資産運用をしていない人です。もうお金で悩まない、困らない資産運用の秘訣を5個伝えます。1個目、老後に不足する2000万円問題を目標にする。あなたにお伝えしたいことがあります。それは何か、今すぐに資産運用を始めてください。命令形になって申し訳ないです。でも本心です。資産運用が怖い気持ちはわかります。投資が怖いって方は多いです。でも今が始めるベストタイミングです。なぜやった方がいいのか。僕たちは将来年金だけでは食べていけないからです。年金をもらえれば一生安泰、そう思わないでください。65歳で定年を迎えると年金生活が始まります。その際に年金だけを当てにすると余裕を持った老後生活はかなり厳しいです。あなたは老後資金2000万円問題を知ってますか？この問題を簡単に伝えると、日本人は長生きするようになりました。それ自体はいいことです。しかし長生きすることでより多くのお金が必要です。そして年金生活者の夫婦の月の平均収支は約5万円の赤字です。1年で60万円です。65歳から95歳まで生きると30年で1800万円足りないです。95歳まで生きると約2000万円が不足するってことです。これは僕が言っているわけではないです。国が僕たちにこう言っています。皆さんの老後生活は年金だけでは賄えないです。今から資産運用を始めてください。こう国が言っています。それが老後資金2000万円問題です。もちろん国民全員が2000万円足りないわけではないです。人によって生活スタイルは違います。もっと必要な人もいれば、そんなにいらない人もいます。どちらにせよ将来のために今から資産運用を始めてください。少しずつ将来のためにお金を積み立てていってください。2個目、自分で考えて投資してください。よくこんな人がいます。1円でも多くお金を増やしたい。もちろん僕だってお金は増やしたいです。でも待ってください。あなたは今後どれくらい資産を増やしたいですか？どれくらい必要ですか？そしてどうやって資産を増やしますか？具体的に決めてますか？まずはいつまでにいくら増やしたいのかを決めてください。まずは具体的な目標を決めることが重要です。目標が決まればそれを達成するための方法は決まります。何を買うかよりもいつまでにいくら増やしたいのか、これを先に考えてください。例えば65歳までに2000万円にしたい人は年利 5% を目標に積み立てて資産運用してください。10年後までに資産1億円を達成したい人は割安銘柄を中心にしてリスクを取ったキャピタルゲイン狙いの運用が必要です。5年後の退職までに今ある資産を減らさずに少しずつ増やしたい人は株式ではなく債券などの変動リスクの少ない商品を買ってください。このように目標が決まれば運用の方法や選ぶべき商品は決まります。3個目、ドルコスト平均法で複利を使って資産を積み上げてください。あなたに絶対に意識してほしいことがあります。それは時間を味方につけてゆっくりと資産を増やすことです。すぐにお金は増えないです。冷静に考えればわかります。今から1年後までに2000万円を達成したいとしましょう。単純に貯金する場合月に約167万円必要です。そんな金額持ってる人はいないです。また投資で増やすとしても仮に元手が100万円だった場合週に 10% のリターンが必要です。週に1回は達成できたとしても毎月連続して週 10% のリターンは出ないです。そんな投資はないです。そんな夢みたいな方法はないです。あなたがお金を増やすポイントはドルコスト平均法で積み立てて複利で増やすことです。投資は短期ではなくて長期投資でやってください。20年後30年後視野に入れてやってください。資産を積み立てて複利の力を借りてください。資産運用のやり方には単利と複利の2つがあります。
単利は元本に利息がつく仕組みです。一方複利は前年の利息と元本に対して利息がつく運用のやり方です。投資できる期間が長ければ長いほど複利の効果を活かせます。また運用はドルコスト平均法を使ってください。ドルコスト平均法は定額購入法とも呼ばれています。金融商品を購入する際に資産を均等な額に分割して定期的に投資するやり方です。例えばドルコスト平均法を使って毎月2万円ずつ積み立てた場合、商品の価格が高い時には買える量が少なくなります。一方価格が下落した際には多く買うことになります。これをすることで平均の購入単価を安定させることができます。4個目、利回りが銀行預金は悪い。日本人の多くの人が銀行預金を大切にしています。もちろん銀行に貯金するのも資産運用の一つです。銀行に預金すると金利がつきます。しかし銀行預金は利子が非常に低いです。資産の置き場所としては魅力的ではないです。最も普通預金の金利が高い銀行でも 0.2% しかないです。青空銀行が金利 0.2% です。大手メガバンクだと 0.001% しかないです。例えばあなたに資産が1億円あって、それをすべて銀行預金に回した場合、金利が 0.001% であれば年間で1000円しか増えないです。一昔前であれば多いところで 5% 程度の金利がもらえました。そんな時代であれば銀行に預金しておけばほぼノーリスクで資産運用ができました。しかし今はそんな時代ではないです。銀行預金は資産を増やす意味ではほとんど役に立たないです。必要以上に銀行にお金を置かないでください。僕は生活費の6ヶ月分だけ銀行に置いて、残りは証券口座に入れています。5個目、人によって最適なポートフォリオは異なる。あなたは今何歳ですか？そして何歳までにいくら欲しいですか？僕たちの年齢は様々です。欲しい金額も人によって違います。そのため人によって最適なポートフォリオは異なります。例えば65歳で2000万円貯めたいとしましょう。今30歳の人と50歳の人では運用期間も違います。月の積立額も変わってきます。30歳の人であれば積立期間は35年です。年間利回り 5% で考えると毎月 17,604 円の積立で大丈夫です。一方50歳の人であれば積立期間は15年です。年間利回りが 5% の場合、毎月 74,825 円の積立が必要です。このように投資する期間が違えば積立金額も大きく変わってきます。また少しリスクを取って 5% 以上の利回りを出したい人もいます。反対に利回りは低くてもいいから、できるだけ値下がりリスクを減らしたい人もいます。あなたが今後の人生をどのように進めていくのか、それを考えてください。それを考えられない人は投資をしないでください。まずは何歳までにいくら必要かを考えてください。それではまとめいきます。最後にプレゼントもあるので、ぜひ最後までご�覧ください。1個目、老後に不足する2000万円問題を目標にする。年金だけでは老後資金は賄えないです。そのために資産運用を始めてください。2000万円問題を簡単にまとめると、日本人は長生きするようになりました。年金生活者夫婦の月々の平均収支は約5万円の赤字です。95歳まで生きると2000万円不足します。もちろん2000万円で足りない人もいれば2000万円で足りる人もいます。どちらにせよ将来のために資産運用を始めてください。2個目、自分で考えて投資をしてください。1円でも多く資産を増やしたい、それはやめてください。それよりもどれくらい資産を増やしたいのか、どうやって増やすのか、それを考えてください。何を買うかよりもいつまでにいくら増やしたいのか、それを先に考えてください。目標が決まれば運用の方法や選ぶべき商品は逆算で決まります。3個目、ドルコスト平均法で複利を使って資産を積み上げてください。時間を味方につけてゆっくりと資産を増やしてください。単利ではなくて複利で増やしてください。運用はドルコスト平均法を使ってください。4個目、銀行預金は金利が悪い。銀行に貯金するのも資産運用の一つです。ただし銀行預金は金利が非常に低いです。銀行預金は資産を増やす意味ではほとんど役に立たないです。5個目、人によって最適なポートフォリオは異なる。あなたは今何歳ですか？そして何歳までにいくら欲しいですか？
人によって欲しい金額は違います。そのため人によって最適なポートフォリオは異なります。あなたが今後の人生をどのように進めていくのか、これを考えてください。年金だけで余裕を持った老後生活はできないです。今すぐに資産運用の勉強を始める必要があります。もっと勉強したい人はぜひ本を読んでください。この本を読んで僕が勉強になったのが逆ピラミッド型の投資法です。逆ピラミッド型投資法とは、資産が小さいうちはリスクの高い商品で利益をたくさん取ることです。そして資産が大きくなったらリスクが少ない投資を増やしていくやり方です。このやり方はすごくいいと思いました。詳しくは本を見てみてください。また5章のタイプ別ポートフォリオも実践的で非常に参考になります。そしてなんと今なら電子書籍版が無料でプレゼントされています。今なら無料で本が読みます。こんな機会は滅多にないです。ぜひ入手してください。概要欄に無料で本がもらえるリンクを貼っておきます。ぜひ本を読んで資産形成の勉強をしてみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。